just the other day, saw you looking my way. I start to contemplate moments that went to waste. Why you do that? You drop me like who that? And put me through that. But baby, it's useless. I'm living my life. Don't need you in mine. Me feeling just fine. One of a kind. Who better than I? Ay, 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 oh. Shawty, don't play that game. Shawty, don't play that game. よって取っていきますかと。よいしょ。今ね、飲んでるお酒はコーバルのね、リキュールベリー系のね、ジンですね。これめちゃくちゃいいんだよね。さてさて、ふう、仕事場にしみる。今日はこの動画はミリタリーアウトフィッツということで、ミリタリーパンツのコーデの着こなし方をちょっと解説していこうと思います。で、結構ねミリタリーパンツ最近ハマっていて、よくね、あの福岡のワイパーさんっていうね、あの古着屋さんなんですけど、サバゲーとか結構かなり、あのなんて言うんだろうな、本格的なミリタリー系のお店なんですけど、そこのねネットで買うことが多くて、でミリタリーパンツを最近よくね、まあ、着こなし方を自分なりにこういう合わせ方がいいかなとかね、いろいろ考えてやってるんですけども、まあ、今日は4コーデミリタリーの着こなし方っていうのをちょっとね簡単に解説していけたらと思いますので、秋冬で結構ミリタリーのねコーディネートってワンアイテム取り入れるとおしゃれになるんで、まあ、ぜひそういう着こなしの参考にしていただけたらと思いますので、早速ねやってまいりたいと思います。今日はちょっと仕事終わりなんでね、ややクールなテンションでちょっとやっていきたいと思います。最近ちょっとねおふざけすぎだったんで、真面目バージョンでちょっといこうかなと思ってね、まあ、ちょっと晩酌しながら解説していきたいと思います。で、早速、もうね、まあ、パソコンこれ開いてるんですけど、最近もうもっぱら、だいたい iPhone で編集してるんで、iPhone の方でね、ちょっとコーディネートがもう早速やっていくんで、解説していきたいと思います。早速じゃあね、解説、ミリタリーのね、コーディネートを今回解説していきます。まあ、1週間コーデとか本当にやりたかったんですけど、ちょっとミリタリーのパンツのコーディネートが結構多かったんで、それをね早速解説していきます。それではスタートしていきます。はい、じゃあまずはね一つ目のコーディネートはこちらです。アイテムは上からコモリのエクリューのコモリシャツサイズ3で、オランダ軍のダブルフェイスカーゴパンツというカーゴパンツを履いております。で、足元はニードルズのトロエントープのブラックで場所を変えていきます。こんな感じですね。これはねビームスライツの小林さんとインスタライブした時に、白シャツにカーゴパンツは秋の紅葉デートにいいっていうことでね、これでデートに行けば結構女性はねキュンとしちゃうんじゃないかなという、ちょっと男の武骨さをパンツで合わせつつ、で白シャツ、まあこれはエクリューなんですけれども、そのね爽やかさを出して、男の武骨さと爽やかさ、それを同居させたコーディネートですね。で次のコーディネートに行きましょう。こちらのコーディネートはドイツ軍の医療用のパンツを黒染めしてるんですよね。黒く染めていて、もともとはねブルーの色味みたいなんですけども、結構人がねスナップ撮っててよく通っちゃうんですけど、まあその辺はチャリも通っちゃったりとかね気にせずに、
で、トップスはアンルートの、これはね、去年買ったアイテムかな。結構プレネついてるみたいで、今年も販売されてたみたいですね。で、足元はニューバランス990で、はい、バイクもね、通っちゃって。このね、ドイツ軍の医療用パンツなんですけども、すごい履きやすくて、コットンでしたね、素材は。めちゃくちゃなんか使いやすくて合わせやすい軍パンでございます。まあ、ネイビーワントーンコーデ、そんな感じです。まあ、ネイビーっていうかブラックなんですけど、はい。でね、早速続いてのコーデに行きましょう。ちょっとコーデのこの解説間に合わないですね。まあおい、まあいいか。こちらはフランス軍のフォーティーズのモーターサイクルパンツですね。それにコウモリのフットボールティー、今季買ったやつなんですけど、合わせて黒のフットボールティーにフランス軍のモーターサイクルパンツを合わせた。ちょっとね、モーターサイクルパンツは結構武骨な印象なんですけど、トップスをブラックで合わせることでちょっとこう引き締めるようなね、印象でございます。アクセサリーはね、こんな感じ。結構インしてもアウトで着てもどちらでもよくて、でもインしてこうトップスをね、フロント入れるとちょっと上品な装いになって、こういったね、まあ女性がこういうコーディネートしてもとてもね、素敵ですよね。かっこいいんですよね。で、トップスね、ホワイトで合わせることも多いんですけど、ブラックで合わせるとまたちょっとシックな装いになっておすすめでございます。足元はニードルズのミュールでしたね。はい。でもうね、最後のコーディネートですね。これはイギリス軍ロイヤルネイビーのネイビーの軍パンですね。ポケットのスリットというか、ポケットの入りが斜めに入ってるのが結構特徴的で、イギリス軍のパンツっていうのはやや細めに作られているものが多いので、こういう風にね、スタイリッシュに合わせるのにおすすめでございます。まあ、やっぱジョジョ立ちはちょっとね、やっていっちゃいましょう。で、トップスもネイビーに合わせてブルーのね、これは水色のオーラリーのシャツジャケット、シャツジャケットというかナイロンシャツにヤードセールの T シャツで、靴はね、グルカサンダルで、ちょっとこれ前に撮ってたやつだったんで、もうそろそろね、サンダルは履けないんですけども、白のサンダルでちょっと上品さをプラスしつつ、ベレー帽をかぶってね、ちょっと軍物アーミーコーデをね、意識してみました。で、ネイビーのパンツと、あとはこのトップスのね、水色合わせることで、かなりこう爽やかコーデ、水族館とかもね、水族館デートとかにもね、いいんじゃないでしょうか。はい。ということで、あっという間に終わっちゃいましたね。どうだったでしょうか。ちょっとコーディネートの解説がなかなかしきれない部分あったと思うんですけども、まあ、こんな感じでね、ミリタリーパンツと、合わせ方とかをね、参考にしていただけたらと思います。ということでね、今日の動画はここまででございます。またね、次の動画でもお会いしましょう。ではバイ。